次はホットスクープ関西です。あるフリーペーパーが先月大阪で創刊されました。障害がある女性向けで取材や編集を手掛けたのも障害がある女性たちです。街に出かけて人と出会うことを後押しするとともに社会も変わっていってほしい。フリーペーパーに込めた女性たちの思いを取材しました。ココライフ創刊号無料で配布しています。先月大阪で創刊されたフリーペーパーです。障害者の女性が出かける際のファッションの紹介や恋愛や結婚についての障害者本人へのインタビュー記事などが掲載されています。取材や編集を手掛けたのは障害がある女性たちです。これ何ですか？ココライフって言って、はい、障害者女子たちを取り上げた、うん、上田奈々さん20歳です。上田さんも創刊メンバーの一人です。こういう配布するのって私初めてなので、受け取ってくれた時はすごい嬉しかった。上田さんは脊髄性筋萎縮症という難病を患っていて、小学1年生から車椅子生活を送っています。小学校や中学校の時は他の人と同じようにできないことに目が行きがちだったといいます。周りとかには車椅子の子とかおらんくて、私だけなんかなってすごいそれで塞ぎ込んじゃうというか、狭い世界しか見えてなかったから、こうもう自分に全然自信もなかった。じゃあお願いします、はい、お願いします。上田さんが大きく変わったきっかけはネイルの技術を身につけたことでした。やっぱ気分上がるじゃないですか、うん、こうやってケアするだけでも違うし、うん、人と接することが増えたことで前向きになれたといいます。いろんな人との出会いがあったというか、工夫さえすれば何でもできるんやなっていうのは実感しました。ありがとうございます。障害者の仲間にも同じように街に出て人と交流してほしい。上田さんはフリーペーパー作りに参加を呼びかけました。訪れやすいお店の情報や店側に対応してほしいことなど意見を集めています。まあ、一番分かり、あの気持ちいい感じかな。カフェ特集みたいな。カフェ特集、はい、対応が良かったところとか、車椅子で入れますよっていうトイレでも電動は入れなかったりするんですよ。居酒屋行ってみたい。行ってみたいよね。障害者の働き方も力を入れている取材テーマの一つです。この日訪れたのは神戸市の住宅工事会社です。およそ100人のオフィスで7人の障害者が働いています。太田正孝さんです。広報やデザインを担当していますが、仕事の内容や職場の環境などは他の社員とほとんど変わりません。めっちゃいい高さ。なんか全部手の届く範囲にありますね。はい、そうですか。お願いします。仕事がしやすい理由は同僚との関係にもあるといいます。よろしくお願いいたします。同僚からの障害者社員への配慮について感じることなどがあれば、はい、重いものっていうのはやっぱり持てないので、はい、こう自然と周りが例えば取りましょうかとかっていうのは特にこう言わずでもこう出てくるっていうか、すごいありがたいな。差し出されたものとか与えられたものだけを受け入れるのじゃなくて、自分からこうしたいとかああしたいとかああいうことをしてほしいとかこう言えるっていうことがすごく大事なのかなって思いますね。太田さんは入社当時通勤ラッシュで出社が遅れることを会社に相談して始業時間を遅くしてもらったこともあったということです。
自然に配慮できているというか、言ったら平等みたいな感じ、どんどんもっとこういう会社が増えていけばいいなって思いました。この日印刷会社から創刊号が届きました。これも開けていいんですか？いいですよ、開けてみてください。めっちゃ大阪っぽくない？障害者が気軽に出かけて多くの人と出会える街、障害者と同僚が何でも言い合って自然と仲間の一員になる職場、創刊号には上田さんたちの思いが詰まっていました。ありがとうございます。ありがとうございます。とても勉強になりますよね。応援したいです。ありがとうございます。呼んでもらって、あ、こういう人たちもおるんやなとか、でそれやったら私にもできるかなとか、健常障害関係なくいろんな方に見てもらいたいです。はい、あのこちらがそのフリーペーパーで、私も読ませていただいたんですけど、これ中見てみると、うん、ファッションとかネイルを楽しむ障害者の方の笑顔が本当にたくさん載ってるんですよね。でもきっとこれを見て、私もおしゃれして出かけてみようかなとか勇気をもらう方が本当にたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いましたね。とっても明るい紙面ですよ ね。そういう印象を受けます。で、あの配布先の企業や障害者施設からも好評だったということで、あの創刊号当初は5000部の予定だったのが1万部にまで増刷されたということです。で次が出るのは8月でして、8月夏の号では浴衣を着てね、お祭りに出かけるという特集記事が予定されている、企画されているということです。ホットスクープでした。